2020年新しい年がスタートいたしました。皆様にとって良き年になりますよう、まずは心よりお祈りしたいと思います。そして2020年皆様にさらに愛していただけるヨンボール裏目黒脇様であるように頑張ってまいりたいと思います。それぜひよろしくお願いします。さあ、そしてお待たせいたしました。ソフトバンクワイドワールプレゼンツ大相撲ふれあいイベント、立浪部屋の力士がやってくる、スタートさせていただきます。司会は私渋谷のりこがお付き合いさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私もこうして生の力士さんにお会いするの実は初めてで、これだけ近くで会えるのをとても楽しみにしております。皆さん、今日は質問コーナーがあったり、ふれあいコーナーがあったり、盛りだくさんの内容でお届けしてまいりますので、ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみください。そしてですね、普段は写真撮影禁止でお願いしますということの多いイベントなんですが、今日は撮り放題だそうです。ぜひこれだけ近くにお会いすること機会も少ないかと思いますので、ぜひお写真も街に撮っちゃってください。で、2階3階にいらっしゃる皆さん、まず安全に、あまり寄りかかることなくね、安全に見ていてください。ありがとうございます。さあ、ではですね、早速力士の皆さん、登場、力士のお二人に登場していただきましょう。立浪部屋所属の北大輝さんと随行さんです。どうぞお越しください。皆さん、大きな拍手でお迎えください。ようこそお越しくださいました。どうぞどうぞ、ようこそお越しくださいました。はい、改めてご紹介させていただきます。北大輝さんです。どうぞよろしくお願いいたします。そして随行さんです。よろしくお願いいたします。今日はぜひいろんな話を聞かせてください。よろしくお願いします。北大輝さんは北海道の出身ですから、こういう寒さは全然平気？全然寒いです。全然寒いんだ、やっぱり。昨日ね、都内でも初雪観測しましたもんね。やっぱ寒いもんは寒いですか？そうですね、北海道室内暖かいんで、やっぱ暖房設備がしっかりしてる。やっぱこういうところだと寒いですよね。そうでした。やっぱり寒いは寒いですね。ゆうこさんも沖縄出身ですけど、この寒さどうですか？もう耐えれないです。無理です。無理です。やっぱり苦しいですか？そうですね、そうですよね。もう今日は稽古はどうなんですか？もう来週初場所ですけど、朝しっかり来る前に稽古してからでしょ。稽古してから、ちなみに何時ぐらいから稽古ってスタートするんですか？7時からですね、こちらは。それで何時ぐらいまで？10時過ぎぐらいですね。ライオンってどんなことをやられるんですか？最初はやっぱ基礎運動をして、しっかり体を温めてから、お互いに申し合いって言って相撲を取って、で仕上げにぶつかり稽古っていう一番きついやつなんですけど、こう人に全体重をかけて受けてもらって、それを土俵の端から端まで押し切るっていうのをやって、で、最後に整理運動して終わりです。聞くだけでもハードですね。それをもう朝からバッチリやってきたんですね。そうですね、はい。ずいこさんは苦手な稽古ってありますか？やっぱぶつかり稽古ですね。ぶつかり稽古、自分より重い人をですね。それきついです。きついですか？そうですよね。まあ、その話はですね、これからじゃあ早速ちょっとおかけいただきながら、いろいろお話を聞かせていただきたいと思います。改めてなんですけれども、今日お写真 OK と伺ってるんですが、全然大丈夫ですか？はい、ということですので、はい、もう本当にね、2人にしっかりここでも許可をいただいたので、皆さんバチバチお写真撮っていただきたいと思います。まあ、いろいろね、皆さんお話聞かれることもあると思うんですが、力士を目指したきっかけっていうのは、北大輝さんはどんなことからだったんですか？小学校から相撲やってるんですけど、相撲を始めたきっかけが、これくらいの時に相撲大会出て、で、土俵に上がらずに泣いて帰ったんですよ。で、父親とじいちゃんに家帰ってるかって切れられて、年長の時に。で、それが悔しくて、小学校から相撲始めたんで、はい、で、北海道では優勝とかしてたんで、で、自分の道場の先輩も殺害台に入ったんで、背中を押して入りました。そのお父さんとおじいちゃんにキレられたことがそもそものきっかけって感じですかね。年長で家に帰ってくるかと思いましたね。どうしようかと思います。厳しいですね。
でも人の運命ってわからないですね。それがきっかけでこうやってもう立派な歴史になって活躍されるわけですからね。運命の一日があったわけですね。ずいこさんはどうなんですか？自分はもう憧れしまして力士に憧れてて、で沖縄はあまりそういう相撲の環境がなくて部活動みたいなのがなくて、でそれでたまたま親方とその知り合いの方に巡り合って、そこで話してもらいました。そうですか。もうご自身がもう憧れて、そうです、ね、憧れてる力士というのか、憧れるきっかけっていうのは何かあったんですか？いやもうおじいちゃんが毎日見てて、で隣で一緒に毎日見てたんで、それで好きになりました。その頃好きだった力士さんというのはどなたなんですか？憧れて、貴様さんの時。なるほど。もう要するにやっぱり憧れからスタートしている力士さんというのもいますし、おじいちゃんとお父さんに怒られてそこからきっかけになる方もいらっしゃる。まあいろいろですよね。実際に力士になってみて違ったなと思ったりとか、違って良かったこと、大変だったことってどうですか、北大地さん？やっぱり中卒で入ってるんで、それまで何ですか、自分の身の回りのことをそんなやってこなかったんで、入門して洗濯とか掃除とか、そのご飯も作ったりとかしていくのが、まあ、私生活が大変だったんですよ、最初は。稽古というよりは、はい、ご飯ももう何回も食べさせられて、もう吐くほど食わされたんで、それがしんどかったですね。最初はやっぱりそのいろいろな私生活の方がしんどかったんですか？はい、生活環境がガラッと変わったんです。今はもうそういうことにもすっかり慣れた。そうですね、慣れました。ゆこさんはどうですか？実際になられた憧れの部屋に入ってみて。やっぱり、はい、きついってのあって、でも朝起きるのも朝起きるのやっぱり早かったりし、その歴史になってたら半年間その教習所っていうと通わないといけなくて、で毎日4時半とかに起きて、そこから電車で移動してたりしてたんで、やっぱりその朝起きるのがやっぱりきついなって、それはきついな。そして実際憧れの歴史になってみて、これはやっぱり好きだな、相撲好きだなって思うときはどんなときですか？とか、もう憧れが叶ってますからね、夢の入り口に立ってるわけですから。そうですね、でもやっぱりまだまだ健康診断これからですね。これから、はい、なるほど。力士さんの中で食べるのも大変っておっしゃってましたけど、はい、好き嫌いはなかったんですか？ラグビーですね、自分はないですということは自分はトマトがダメでした。あだがなってましたミニトマトもちょっと食べなさいあだが美味しいどの辺がトマトか、子供の頃からずっとですか？そうです、なんか食べれないですできちゃうんですか？それは先輩としてどう？やっぱ好き嫌いしないで食べたらやっぱ体大きくなるんで、やっぱ自分のためにも食べてほしいなと思いますね。なるほど。これが大量にトマトが差し入れしたんで、これ今日から帰ったら大量に食べてます。どうしましょう。一回トマト好き。トマト美味しいですけどね、トマトソースとかもダメですか？そういうのは大丈夫ですね。トマトそのものの時が苦手なんですね。じゃあトマトを使ったちゃんことかもったんですか？まあ、これからこれからお勉強していきたいと思います。もうマイクをねこうやって持ってほしいな。そうなんです、実はねマイクってこっから音をね拾うんですよ。ずっとあごについてるんですよね。近いですからちょっと恥ずかしいのもありますよね。全然大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあここに喋っていただけると皆さんにずいこさんの声がよく聞こえるかと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ、いろいろ聞いてみたいなと思うんですが、カツヤミ部屋を選ばれたというか所属された何かこう理由ってなんですか？まあ、自分はその道場のその先輩が先に考えられたみたいなのがあって、
当時の監督の孫もうちの部屋で元行司さんをやってたんで、なんで、その流れも一緒に入ろうし、スカウトに来てくれたってお話がありました。一つ自分は親方のお兄さんがスカウトに来てくれて、でそのまま立浪部屋の方に体験のようにっていう形で1週間やって、そこでもう稽古とかして決めました。その立浪部屋に決めたと思ったところはどこが決めてたんですか？先輩たちも優しくて、そういうところです。親方も優しくて、そういうところです。絶対違うんですよ。体験ビルも来た時に、自分が親方にディズニーランド連れてきたやつやって連れてきたんですよ。たぶん石垣から来てディズニーランド行ってたんで、たぶんそれが入門理由だと思うって言われてますけど、まあ、そうそう、入門したらやっぱりいろんなところに行けるんで、やっぱりそういうのもありますね。いろんなのを体験したいなということもあって、はい、やってみようかなと思いました。ディズニーランドにお二人で行かれたんですね。いや、もう一人、長崎から来てた同期生のそのこと、親方の息子と連れてディズニーランドに連れて行って、土砂降りになった。土砂降りだった。楽しかったですか？楽しかったです。本当に仲のいい雰囲気がね、たつむの雰囲気伝わってきますけど、雰囲気っていうのはどうですか？そうですね、まあ、なんかみんなそうですね、いいと思います。そうですか、他の部屋めっちゃ多いと思います、ね、はい、なんかね、そんな雰囲気伝わってきますよね。ここ、相撲のお部屋といったら私が聞きたいなと思ってたのがちゃんこなんですけど、立浪でオリジナルのちゃんことか、はい、これは美味しいっていうちゃんこはありますか？やっぱその場所、本場所の前日の土曜日の時に、縁起物として足2本で立ってる鶏肉を食べるんですよ。それを入れた、その鶏肉を入れた醤油ベースのソップダキってのがあるんですよ。ソップダキっていう、はい、それが多分いいと思います。美味しい、おすすめ。美味しいですか？はい、まあ、本場所もね、来週から発売が始まりますけど、やっぱりそれを食べると来るぞっていう感じがするんですか？ただまあ、そのやっぱ場所の前日だなっていう、やっぱ改めて再認識しますね。なるほどね、その鍋を食べるとやはりもう場所が明日から始まるんだなというのをね、自覚されるということなんですが、まあ、最近通常と言われるようなお相撲さんが好きなファンの方、女性の方もすごく多いですけど、モテるなって感じたのありますか？モテてるなって。ないですね、やっぱり強くなんないと。そうなんですか？どうですか、北川さん。いや、もう顔が、まあ、見ての通り可愛いじゃないですか。可愛いですね。そういうことないです。可愛い可愛い言われますね。やっぱり強くなんないんですね。自分でも自分のこと顔がいいって言ってましたから。やっぱり強くならないとダメですよ、全部。はい、でもね、本当すごく素敵ですもんね、ハンサムですから、これから期待なんじゃないですか？頑張ります。はい、頑張ります。照れてるところもまたね、可愛らしいなと思ってしまいますが、高橋さんはどうですか？俺モテてるなって思うことはなんかありませんか？ないですそうですよね、だって今すごいファンの方多いですから。人気がすごい、変わらないですから。ゼロが多いですね。随行はすごいですよ。そうですか、はい、じゃあこれからね、ぜひ誰に会っても可愛い可愛いって言われますね。そうなんですよ、皆さんの近くでもし後でね、触れ合いタイムがありますので見ていただきたい。まつげ長いんですよ、すごく羨ましいぐらい。よく言われません？素敵だなんて。ですよね。ね、ほんと整ってます。皆さん、これからの注目のある人ですからね、ぜひ応援をお願いいたします。まあ、いろんなことで聞きたいんですが、食べ物の好き嫌いは本当なくってってお話ししてましたけど、北川さんは北海道出身ということもあって、お魚がお好きなんですよね。そうですね、魚は好きですね。こっちでやっぱり北海道のお刺身とかお酢とか比べると、こっちの関東はいまいちだなと思います。それともやっぱりこっちでも美味しいもの食べれますか？やっぱ全国の講演会から刺身が届けて、石川県から、まあ、でっかいブリとか、まあ、タイとかも届けて、
こうさばいて刺身にしたりとか寿司にしたりして食べるので全然美味しい。そうですね、自分でさばいてちゃんと出したりします。それはジュンタさんもさばいたりすることができるんですか？あ、まださばいたことないです。これから、これから、はい、教えてもらっておいおい、はいはい、でもあの釣りが趣味ですからやっぱりお魚とかは好きなんですか？大好きですね、はい、トマト以外は大丈夫？はい、大丈夫です。さあ、このあと 12日から始まりますけれども、取り組みに行った前になんか必ず聴く曲とか、上がる曲とか、好きなタレントさんっていたりしますか？その茨城に出たがあるんで、つくばエクスプレスっていう電車が1時間ぐらいかけて飛ぶようになったんですけど、まあ、その間にこう聞くのは、あのかりゆし58のアンバーっていう、なんかお母さんに向けた曲があるんですけど、それ聞いてこうなんか落ち着いていくようにします。なるほど。ジュンコさんは何か好きなタレントさん、アーティストさんいますか？自分はあのビギン、ビギンさんの、はい、沖縄なんで、はい、ビギンさんの歌を聴いて気分を上げて、やっぱり落ち着きますか？そうですね、落ち着きますね、うん、さあ、それではこれから皆さんにも質問をしていただきたいなとも思ってるんですが、皆さんから質問を受けても大丈夫ですか？はい、はい、何か質問をしてみたいと。あ、もう早速上がりましたね。じゃあちょっと聞いてみましょうか。こちらの反対の方、ごめんなさいね、マイク失礼します。はい、じゃあまずはお名前聞かせてください。ゆいちゃんです。ゆいちゃん、お相撲さんに聞きたいことは何ですか？体重は何キロですか？体重は何キロですか？トップシークレットで、トップシークレット教えてあげてくださいよ。130かな、130キロ。ついこさんは87です。あ、そうです。大丈夫かな？パパと一緒だ。どっちがパパと一緒かな？パパ、パパはズイコさんと同じです。体重がズイコさんと一緒だということです。さあ、他に誰か質問してみたい子はいるかな？誰かいるかな？女性も大人でももちろんいいですよ。聞いてみたいことぜひあったら。シャイな方多いな今日は。結構これガツガツ。あ、はいはい、じゃあお願いします。好みのタイプを教えてください。女性ですか？気になりますね。はい、じゃあ聞いていきましょう。お願いします。来たです。ノリがいい人がですね。ノリがいい人、タレントさんでいうとどんな方ですか？あー、誰だろう。でも橋本環奈が好きですね。あー、はい、王道の美形じゃないですかね。続いてスイコーさんどうですか？吉岡里帆さんみたいな人が大丈夫です。ですね、はい、どの辺が、どんな方ってどの辺が好きですか？まあ、笑顔とか、はい、もうこれまた爽やかな、ね、感じの、ね、可愛らしいですよね。他どうですか？どなたかご質問ある方いらっしゃいませんか？あの、どんな質問でもいいそうですよ。先ほど打ち合わせの時に聞きましたら、どんな質問来ても大丈夫ですかというふうに聞きましたら、全然大丈夫ですというふうにおっしゃってましたけど、何か聞いてみたいことある方いらっしゃいませんか？好みのタイプ、私も聞きたかったんですけど、ちょっと遠慮してたんで助かりました。ありがとうございます。どうですか、何かご質問ありませんか？聞いてみます。大丈夫ですか？なんか本当今回なんかシャイな方が多いですね。そうですね。ねえ、お父さんとかも大丈夫ですか？ちびっ子たちも大丈夫ですか？なんか、ね、ちょっと質問してもらって、うん、大丈夫です。ずいこが多分面白い答えを出してくれると思うんで、ずいこが絶対面白い答えを出してくれる、答えを、ね、出してくれるそうなので、何か、はい、じゃあ聞いてみましょうか。食事は1日1回なんですか、それとも3回ですか？昼と夜だけです。1日2食です。はい。あの、力士が作って食べるものを全部ちゃんと食べて、で、まあ、朝食べてから稽古すると戻しちゃうので、朝食べないで稽古終わってから昼と夜ですね。夜みたいです。お相撲さんはすごい力士が作る料理をするってちゃんこ。そうですね、カレー作ってもカレー作ってもちゃんこです。あと1日2回召し上がるそうですね。
ちなみに1回1人どれぐらいご飯を食べるんですか？まあでもラーメン丼で2、3倍ですかね。2、3倍、すごい。1回の食事で3食を炊くんでご飯を。何人いらっしゃいましたっけ？16ですね。16人います。3食ペロッと。昼3食、夜3食。はい、とぎがいありそうですよね。いや、ありがとうございます。他に何か聞いてみたいことある方。あ、ありがとうございます。ご質問を受けさせていただきます。どうぞ。先ほど朝稽古があるとおっしゃってたんですけど、その他に1日どれぐらい稽古をしてるんですか？決められてるのは朝の稽古だけで、で朝稽古終わってご飯食べて昼寝するんですよ。4時まで、1時ぐらいから体の適正に昼寝して、4時から掃除とちゃんこ番やるんですけど、その時にちゃんこ番以外 その掃除終わった人たちで、まあ、自主トレする人はしたりします。その時は自主トレですって、皆さんどんな稽古をされるんですか？いや、もう回しはつけないんで、普通にジムがあるんですよ、部屋に。部屋にジムがあるんで、そこでトレーニングしたりとか、まあ、稽古、その稽古場行って基礎の運動をしたりする人がいます。うちの近く、まあ、近くではないんですけど、たまに自転車乗ってる力士、はい、お相撲さんを見かけるんですけど、はい、そういう自由時間ってあるんですか？そうですね、うちの昼寝の時間はもう別に寝ても寝なくてもいいんで、新宿の頃はちゃんと寝ろって言われますけど、体大きくするために、別に寝ても寝なくてもいいのと、あと夜のご飯終わってから寝るまでは自由なんで、その間にもみんな買い物に行ったりとかしますね。ありがとうございます。大丈夫ですか？他に何かご質問、はい、いらっしゃる、ちょっと聞いてみます。聞いてみましょう。はい、じゃあ質問お願いします。ゆたくんは大きくなったお相撲さんになれますか？よく食べてくる。弟くんここにね、いらっしゃいます。ゆたくんっていうの。ゆうたくんお相撲になれますか？というふうに力士になれますか？もう全然なれますよ。はい、なれます。強くなれたらならないかは自分次第です。ゆうたくんも将来ちょっと半分お姉ちゃんが力士になってほしいって。今ぐらいからもう力士っていうのを視野に入れてれば強くなります。なるほど。じゃあお父さんお母さんからしてあげるとしたら、お相撲を始めた方がいいかもしれない。お相撲を始める、はいはい、あとこうよく見せる、そうそうそう、とかじゃなくて、だそうです。もうね、頑張ろうね。いつか一緒にトークショーで来てくれるといいな。さあ、他に何かご質問ある方いらっしゃいます。あ、いたいた。はい、じゃあちょっと今マイク持っていきます。こんにちは。お名前教えてください。萌えぎちゃんです。萌えぎちゃん何歳ですか？5歳。じゃあ質問お願いします。萌えぎちゃん、立浪部屋に明星関って幕内の奄美大島出身の力士がいるんだけど、その人がなんか大好きですね。尊敬します。どの辺りがお好きですか？やっぱストイックなんでかっこいいなと思います。一人相撲やる。マイク使わないで突っ込まないで。このお二人は本当仲が良くてですね、一緒になんか先ほどの打ち合わせも本当楽しかったんですよ。さあ、ではお願いいたします。見たい技とかのリクエストも大丈夫ですか？
大丈夫ですか。なんか見たい技ありますか。なんかこれを見てみたいなっていう方、詳しい方は多分ねいらっしゃると思うんですけど、大丈夫ですか。ある大丈夫ですか。じゃあ早速お願いしてもいいですか。はい、はい、ではどうぞこちらに近くに来ていただいて、北大地さんとブイコさんによる技披露をさせていただきたいと思います。まずは何からいきましょうか。じゃあまず結構オーソドックスな上手投げ。上手投げ、はい、はい、ではお願いいたします。マイクお預かり投げ技が来るって言ってますけど、頑張って、頑張って。これもいやすごいですよ、こんな近くで皆さん見れるってすごいですよ。じゃあお願いいたします。打ち合わせ中です。釣り出しで、釣り出し、多分ズイポーが俺のこと釣ってくれると思う。北大地さんが言うたびにズイポーさんが反応してるの面白いです。さあではですね、釣り出し頑張ってください。ありがとうございます。釣り出しという技を披露していただきました。してやったりの顔でずいこうさん無理でしたね、無理でしたね無理でしたっていうずいこうさんもおっしゃってますけど、さあ次どうしましょう。北大地さん、じゃあ突き出し、突き出し、はい、突き出しという技を披露してくださるそうです。ではお願いいたします。突き出しという技です。おお、すいません、ちょっと座標が壊れました。すいません、ありがとうございます。突き出しという技を披露していただきました。じゃあさあもうちょっと見させていただきましょうか、はい、次は次はじゃあずいこさんが皆さんに見せたい技を何か一つお願いします。外掛け。北大地さんがニヤッとしましたけどいいよ。はい、じゃあマイクをお預かりいたします。外掛け、北大地さんのこの絵にはどういう意味があるのか、ではお願いします。すごい、外掛けという技をご覧いただきました。これ痛そうなんですね。そうですね、まあ大丈夫ですか。皆さんここまで来て、あの技も見てみたいという方いらっしゃいますか。どうですか。あ、はい、まだはちょっとどうでしょう、何か他に見てみたい技ある方いらっしゃいますか。どうでしょう、大丈夫ですか。じゃあもう一つぐらい何か見せていただいてもいいですか。はい、大丈夫ですか。見てません人任せだな。どうしましょう、北大地さん。あと一つ。じゃあ、内武装。内武装。大丈夫ですか。ずっとさ、内武装です。では、内武装という技、披露していただきましょう。お願いします。おお、迫力ありますね。近くで見るとやはり。ずっとさ、大丈夫ですか。楽しい。楽しい。もうちょっと行っちゃいます。じゃあもうちょっと行っちゃいます。次どうします。これもうずいこさんなんか行きません。どれ何します。仕返ししんだ考えて、じゃあ内掛けで、ね、内掛け、はい。さあ内掛け行きましょう。お願いします。やりよった。
力がありますよね。大丈夫ですかね皆さん、他に見てみたい技、こんだけ近くでこんだけ迫力がある形で見せてもらえることってなかなかないと思うんですけどね。あの5つ6つ技を披露していただきました。まずはここで大きな皆さん拍手お願いいたします。